皆さんこんにちは。漫才界の白雪姫と呼ばれていた上沼恵美子さん、和田アキ子が共演 NG となった一言や抱える難病の正体に言葉を失う。今日は上沼恵美子さんのことについて紹介します。まずは上沼恵美子さんの経歴とプロフィールから紹介します。上沼恵美子は日本のタレント、司会者、歌手、元女性漫才師、上沼事務所所属、夫は元メディアプルポ代表取締役会長、元関西テレビプロデューサーの上沼新平、銀行員を務めていた父が演芸好きだったことから、幼少時から姉妹揃って演芸や歌を見たり聞いたりして育つ。祖母は浄瑠璃の師匠、太棹三味線の名手だった。姉は浄瑠璃のモノマネ、自身は美空ひばりのモノマネをしていた。このように一家で芸事好きだったのが高じて、自分の一家が中心になって緑劇団という劇団を組み、休日に老人ホームへ慰問に行くなどの活動をしていた。もともとは歌手志望だったが、父には歌手になったって絶対あかん、顔もあかんし歌唱力もよしみちゃんくらい上手かったらなと言われたことがある。漫才コンビとしてデビューするはずだった姉の相方がデビュー前に失踪したため、父にお前行けと言われ姉と漫才コンビを組むことになり、1969年春、中学2年生になる前の春休みの頃に大須演芸場の舞台に立つ。中学校卒業後、1971年に姉妹漫才コンビ海原千里・万里の妹海原千里としてデビュー。同年、情報お笑い大賞銀賞を受賞する。高校生ながら巧みな話術で一躍スターになり、当時人気アイドルで白雪姫と称されていた天地真理に習い、漫才界の白雪姫と呼ばれていた。1973年には NHK 漫才コンテスト優秀関東賞を受賞し、1975年にはレコード「大阪ラプソディ」が40万枚を売り上げて大ヒットする。19歳の時、1974年5月初旬に盲腸で大正病院に10日間入院。1975年、20歳の時に出演した関西テレビ「日曜ドキドキパンチ」で同局ディレクターの上沼新平と出会う。1977年5月22日、8歳上の真平と結婚。親族、親類全員が反対する状況下での結婚だった。姉とのコンビを解消し、ラスベガスからカウアイ島へと渡る新婚旅行を経て、芸能界を引退する。義母は2007年に89歳で亡くなっている。真平の父、賢吉は上沼が嫁ぐ前の1969年に亡くなっていて、大阪府箕面市の18坪の家に真平と姑と3人で暮らすことになる。ウイルス性の A 型肝炎と診断されたため、大ごとを取って2週間入院することになりました。ただすでに肝臓の数値も戻ってきておりますので間もなく退院。2014年2月いっぱいは休ませていただきますが、3月から仕事復帰する予定です。そう認めたのは上沼恵美子の所属事務所。2014年2月15日、上沼が急性肝炎のため大阪府内の病院に緊急入院していたことが分かった。関西地方でテレビ番組3本とラジオ番組1本の看板組を持ち、性の女帝とも称されている上沼は、2月23日放送の気になる情報の裏の裏、上沼高田の釘付け、出演をキャンセル、1月に亡くなった屋敷高仁さんに続き関西の大物が入院し、各局に激震が走った。 A 型肝炎の初期症状としてはだるさや微熱が挙げられ、風邪と間違える人も多いという。医師によると軽症で済む場合がほとんどだが、稀に激症肝炎へと進行し、最悪の場合は死亡することもあるため注意が必要とのこと。制御や二枚貝から経口感染することが多く、潜伏期間は2から6週間だという。上沼の感染源について近しい芸能関係者はこう語る。1ヶ月ほど前に生ガキを食べに行ったのですが、その時に感染したそうです。当日は彼女以外にも生ガキを食べていた人がいたのですが、なぜか上沼さんだけが。夫で元関西テレビ役員の上沼新平氏は、
妻の病状についてこう明かしてくれた。生死に関わるほど大げさな状態ではないんです。当初風邪をひいたように体調が優れなくなったため、本人は風邪の治療をしていました。でもなかなか良くならないので、検査したところ肝臓の数値が高くなっていて、それで入院することになりました。普段は歯に衣着せぬ発言をしている強気な彼女だが、突然の入院にはさすがに動揺を隠せないという真平氏が続ける。本人は出産以来初めて入院したと言っていましたから、ショックのようです。今後は肝臓って結構時間がかかるみたいですね。でも手術するわけではないし、状態も落ち着いてはいます。あとは安静にして数値が良くなる治療をしていきます。東京にいる息子は入院翌日に顔を出してくれました。大阪にいるもう一人の息子もお見舞いに行くと言っています。僕も毎日顔を出しています。そうすると機嫌がいいんですよね。6月23日自身のツイッターにこう綴ったのは和田アキ子。なんと上沼恵美子と共に2人の地元大阪でロケを行ったことを報告したのだ。この共演には驚きましたね。和田さんと上沼さんは長年共演 NG と噂されていましたから、東京を拠点とする和田はあっこにお任せ。関西で大人げを誇る上沼は上沼高田の釘付けと日曜昼の情報番組 MC を務めるライバル関係。歯に衣着せぬ発言で女帝の名を欲しいままにしてきた。 NHK の番組で共演が実現しました。以前から付き合いのあった担当者が上沼さんに、和田アキ子さんと一緒にロケをやりませんかと企画を持ち込んだと言います。話を振られた上沼さんは、望むところやと2つ返事。さらに和田さんもオファーを受諾したそうです。上沼といえば、これまでも嫌いな芸能人を自身の番組でぶった切ってきたことで有名。最近では可愛がっていたはずのキングコング梶原雄太との軋轢も報じられている。そんな上沼と和田の確執が報じられるようになったのは、一十引用符15年末に放送された朝一里が発端。上沼が一十引用符94年に NHK 紅白歌合戦で赤組の司会を務めた際の話を語った時のことだ。上沼さんはこの番組の中で、大物女性歌手にいびられた、横を向いて目も合わせてくれなかったと告白したのです。また最近でも YouTube で、誰やねん上沼恵美子なんて、そんなの赤組の司会なんてもう格が下がるわと大きな声で言った方もいらっしゃいますと明かしました。この年の紅白に出演していた女性歌手で、上沼さんにそれだけ言える人はやっぱり和田アキ子さんに違いないと言われるようになりました。上沼が和田を名指しで非難したこともある。片岡愛之助が結婚を機に携帯番号を変えた際、聞いてないよと和田が番組で怒りをぶちまけた時のことだ。アッコさんには絶対に共演なあかんのですか。東京の芸能界ではそんな決まりがあるのかと思って、アッコさんと愛之助さんが親戚筋だったらわかるけど別によろしいやんと苦言を呈したのだ。その一方で、上沼はテレビで和田とのこんなエピソードを明かしたこともある。アッコさんには一回ちりめん山椒を作ってあげたんです。山椒が多い、辛いよって言われました。人に物もろて言う言葉か、私そんな教育受けてなかったと話した後に、でもアッコさんのええとこやで、目の前で言うから隠れて言わないからとフォローして笑いを誘った。共演がなかったのは2人のポジションが被っていたためでしょう。テレビの第一線から退くようになってきた今、共演すれば話題になるという思惑もあったのでは。それにしても外のロケをやらないと言われている上沼さんが条件を受け入れたのも、お相手が和田アキ子さんだからなのでしょう。緊迫が予想される上沼と和田のロケ現場。大阪の街を訪ねた。開店準備に追われている時、テレビロケの一団が歩いてきたのですが、和田アキ子さんと上沼恵美子さんだったのでびっくりしました。仲のいいイメージがなかったもので、細い路地で撮影していたのですが、両サイドを大勢のスタッフが厳しい顔つきで厳重にガードしていたのが印象に残っています。浮世工事ですね。風情のある通りで、かつてはこの辺りに芝居小屋などがひしめいていました。
大阪南の園芸の歴史を振り返る展示コーナーがあるのですが、和田アキ子さんがデビュー前に出演していた伝説の音楽喫茶ナンバー1番部も描かれています。上沼さんも同時期にこの辺りで漫才の修行をされていたんじゃないでしょうか。思い出話に花を咲かせた2人、さらには人力車に並んで乗ると南から通天閣まで30分ほどかけて移動するなど意気投合していたという。本誌は串カツ店で2人の直筆サインを発見。少女漫画風のイラストが添えられ、アッコとエミコと書かれた色紙は二大女帝の歴史的和解の象徴にも見えた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。